はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、サールです。ムーンじゃないや、ブルーですね。よろしくお願いします。前回ね、謎のなんだかわかんないやつにぶち殺されてやり直しを食らいまして、ここまで戻している感じでいいんですかね。日を明けているともう何やってるかさっぱりあるがね、自分で忘れちゃうんで。多分カードキーは持っている。よかったね、やったぜと。先にさ、流れが急だわ。で、ちょっとこっち探索先しておきましょうか。何があるのか分かんないかね。ちなみに泳ぎながらでもマップとかは開けるので、結構、楽っちゃ楽ですね。あ、いけない？あ、いけるかも。連打をね、補うじゃねえや、怠るとすぐこういう形になりますね。一応出口はあるみたいですね。で、ここに来るまでにエアーを残さないと。これ爆弾ね、古そうだけど、この部屋ぐらいなら十分爆破できるかな。これ爆弾かな。いや、わかんないっすけど。おお、これでこの爆弾を操作できそうね。いや、嫌ですけど。この子さ、すぐ、爆弾と見たらすぐね、起動させようとするもんな。あれだな、ヒールユイみたいですね。自爆スイッチを押せって。すぐ自爆スイッチを押したがりだからな。とりあえずじゃあ開けとくだけ開けときましょうか。すごいな、まごうことなきボンバーガールですね。昔のゲーム、昔のゲームってスーファミとかファミコンの時代ですけど、で結構その爆弾ね、ダイナマイトとか爆弾とかって開かなくなってる。死ぬしかないじゃない。余裕ぶっこいてらんないってことじゃないですか。ちょっと待ってよ、俺またこれ死ぬんじゃないの。そしたらエアーなくなって、いいよ開かなくて。てかさ、この見てよ、この時間もね、死ぬ、この時間もエアーがね進んでるんですよ。俺刻一刻とね、俺のエアーがねマッハなんで、ちょっとね、どうなってんだと言わざるを得ないんですよ。てかさ、こういうところがさ、ルカがね、こう引っ張ってよ。さ、どう考えたってルカの方がさ、泳ぎ高いでしょ。何高みの見物してるんだ、これこれ泳げって。みんな踊れとかさ、そんなんじゃないよ、このゲーム。さあ、入った。で、ね、前回もそうだったけど、ここの段階でもエア減ってんですよ。で、多分爆弾を、なんかのしのしですね。ちょっと、早く、触って。この爆弾のリモコンを持っているわ。あ、リモコンは持ってんの？開けてって、さ、こんな、リモコンってなんすか？リモコンって。となると、どうしようかな。どう考えたって、やつをおびき出して爆発させるんだけど、部屋の中で爆発させたら死ぬでしょ。はい、じゃあコメントありがとうございます。どうする。どうするっていうか、どうしようかな。先に爆弾、やっぱ、いやでもな、そうすると俺のエアーがマッハなんで、やっぱりアタッシュケース
を先に回収した方がいいよね。で、豊富なエアーで爆弾の起動をいやー、一応心配事がまだ いくつかあるんですけど、一人称視点になるじゃないですか。それの時って時止まってんですかね。俺のエアーは、俺のエアーの保証はしてくれるんですかね。時をね、止めてもらわないと、はっきり言って、ね、あのタイラントじゃなくてね、リッパーみたいなやつも、死にますからね、俺。別に。はい、コメント、改めてありがとうございます。面白そうなゲームでしょ、これ。実際ね、面白いっすよ。面白いんで、まあ、ただ、買ってまでやるかなっていう。まあ、安売りはね、していると思うんで、あれですよ、人気の配信者さんとか実況者さんがやる前にやった方がいいですよ、このゲーム。よいしょ。はい、爆弾。で、爆弾操作できる。これ、取ったやつがリモコンだったんだね。アイテム。リモコンのスイッチ。遠隔爆破するだから、ここで使っちゃダメなんだよね。で、俺が近づいたから多分開いちゃったんだよね、これ。近づけば、勝手に開く。で、どこまでを遠隔爆破できるのかは一応よくわかんないですけど。はい。こんなとこで爆破させたら、うるせえ。なんとか助かったわ。この船の調査は声変えにして、もう帰った方がいいわね。当たり前だよな。てか、こんな、なんだい？え？ん？あら、下に何かあるじゃん。あ、やべ。こんな生き物、見たことも聞いたこともないわ。誰かに調べてもらった方がいいわよね。いえ？あ、下の階層に行きますか。行きますね。これもしかしてさ、どこここ。まあ、一回帰った方がいいかなって言ってるんで、帰りましょうか。ちょっと待ってよ。これさ、奥のさ、部屋？また開かなくなってるとかさ、言ったらどうする？エア探した方がいいか。こんなとこにエアあんのか分かんないけど、さらに下の階に。でもないと死ぬよね、普通に考えて。エア音しないんだよな、でも。あ、エア音する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 。どこどこどこ？ここか。あ、どこどこどこ、ちょっと待って待って待って。どっから来たんだ？あ、そこ、その部屋の中、その部屋の中。ゆっくり行こう、ゆっくり。はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ここがね、いやー。一回セーブしよっか。でさ、一応この、まあ、個人的な話なんだけど、まあ、セーブデータが2つね、空きがあったんで、そこから入れていこうかなと。なんかあった時に、また前のデータからやり直すとか、ね、できるかなと思ってやったんですけど、困ったことにね、俺が操作間違えて、こう開いちゃって、で、そうするとこのゲームロードってできないんですよ。こういうところから、オプションとかからね、エグジットとかで、タイトルに戻るとかもないんで、ソフトリセットとかもね、ない。あ、今ソフトリセットって通じんのかな。まあいいや。まあリセットもね、かからないんで、こことかなんかないのかな。電源を落とす。まあ、リセットをかけるしかないですよね。今の PS3 のメニューから行って。とりあえず、あれだな、ルカが、って言ってくれなければ、こっちチラチラ見る必要ないのかな？階段だ。一応、行けるなら、行っちゃってもいいよ。土地のようです
か。知った土地のはず、あ、これ裏手なんだ。なるほどね。探索はこの程度にしてそろそろ帰ろうかなって言ってるにもかかわらず、なかなか帰ろうとしない一行。お、よいしょ。はい、スイッチで裏の扉が多分開いたんでしょう。そうするとどうですかね。あ、ちなみにアイテムで、あ、これでぐるぐる回るんだ。ぐる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 。沈没船の謎の生物のかけら。こんなもの大丈夫かな、持っててぶち殺されそうですけどね。ここは錆びていて開かない。あ、なるほど。ってことは爆弾が必要ってことですね。このゲームなんかあれだよね、爆弾で物事を解決する回数が今後多くなりそうですよね。高性能爆弾作れる親父がいるんで。ダウン。もうちょっと下の方探索しておきましょうか。で、ちょっと、まあ、前回かな、前々回からちょっと喋り合わせてたんですけど、好感度システムがあるのかどうか、ね、青龍さんと仲良くしてくれると、ええやでって。そんなね、コメントをロックされている、いただいたんですけど、まあなんか例えばこう、探索中にアイテムかなんか拾って、で、一回ちょっとエアーしますね。仲良くなっていくと、なんかそれっぽいイベントが見られたり見られなかったりするんですかね。今のところ誰がどれを欲しがってんだろう。ここをまず右、まあアタッシュケースはちょっとわか、あ、ここダメか、行き止めか。アタッシュケースは、あれ？あ、じゃあここ入れないか？フェンス。フェンスプラスフェンスなので、あ、ダメですね。で、さらにそこロックされてるんで、なんか引っかかりそうで、怖いね。二度と戻ってこれなくなりそう。逃れられなくなるぞ。ここは？で、ここがロックされてるから開かない。うん、帰るしかなさそうですね。よし。あ、ベースに戻るコマンドも、この沈没船を出ないといけないんで、こういうちょっと狭いところでの方向転換が、かなり画面酔いを誘発させますよね。もうそうなると、ここが開いたんで、出口は多分ここかな。大丈夫かな。ここがこうで、下だっけ？違うよね。確かこっちが出口だったんじゃないかな。俺は最初間違ったところが、よし、出れそうだ。何分？ 15 分。よし。特にカットもないから、このままベース戻ってイベントをちょっとこなしてみましょうか。まあ、そうは言ってもね、あの、面白そうなゲームなんで、ぜひ、買ってやってくださいって言っときゃいいか。あ、ちゃんとさ、これ、次のチコチコポイント、ベース戻れっていうのを、ちゃんとマップでも表してくれてるの、すげえ偉くね、このゲーム。割とね、行き届いているよ。くっそ親切じゃん。俺みたいにね、どこ行っていいかわからなくなるとか、っていう人も結構いると思うんで。てか画面酔いしたな、結構。さて、まずはケース。ジェラルミンケースは開かないんだから、
まあ、開けてくれそうな人のところ行きましょう。個室にはダメなんですよね。ああ、誰もいないな。欲しい。行きたい部屋がない。作業室。作業室に来ちゃったので、まずはジュラル星人。はい。お、多分ね、この人に渡せばいいんじゃないかなと思っておりますが、どうですか？なんじゃ、ジョーちゃん。これ開けてほしいんですけど。ああ、パスワードロック方式。ああ、これなら明日までには開けとくぞい。力技じゃないのか。こういうのは得意中の得意なんじゃ。犯罪の匂いがしますね。はあ、なんだか今日は疲れちゃった。もう寝よっかな。おやすみ。あら、何この変な匂い。ああ、昨日の怪物の断片、腐っちゃってる。あー、なるほど。すいません、多分おそらく青龍さんは何が欲しいんですかね。遺伝子学は多分パスガノンかな、かけらは。ってことは、でジュラル星人がとか、こう工具系がダークだとしたら、青龍はなんだ、なんか古文書とかかな。あ、パソコン。あ、パソコン立ち上げても、でもパズルゲームぐらいしかできないんだよね。何分、18分でしょ。イベント進めましょうよ。え、ってことはこれ1回どうなんだ。あ、ユージット。アイテムのその渡す順番とかが重要になってくるの。生物その状態が悪くなりそうなものから出していく。うん、多分ジュラルミンケースもね、なんか難癖つけられて、ああもうなんかめんどくさいわとか、開かないわとか、明日行っても、いやちょっと忙しいからやめてくんないかなとか絶対言われそうなんだよな。なかなかちょっと難しかったですね。お、人がいるじゃん。とりあえずぐるっと回っておかないとね、イベントこの終わらないんで。マイヤさん、昨日沈没船に一人で行ったんですって。あれ、誰から聞いたの。ダークさんから。あまり危ないことはしないでくださいね。誰から聞いたって聞いてんだよ、こっちは。質問に質問で、違うな、別に質問に質問で返してないもんね。まあしばらくはちょっと探索しろよっていう感じか。ただ開いてないところは開いてないんで。ただ夜中に医務室にもいないだろうけどね。食堂かな。また食ってるこいつ、永久に食ってんな。今何時なんだろう。朝か。マヤちゃん、今度は沈没船に行ってたなんて。もう知ってるの。多分ダークが言ってんじゃないの。あんまりリーダーを怒らせない方がいいぜ。テキストがなんか意図的に区切られてるんだけど。ってことはまた俺説教かな。開幕ビンタ食らないといけないんですかね。やだな。ダブル小田地さん。あら、マイヤちゃん、おはよう。あ、やっぱもう朝なんだ。ってことはジュラルミンケース見よっか。おはようございます。昨日のサメ用しびれ薬、早速役に立ちましたよ。まあ本当に効き目があったの。今度の研究で発表、研究会で発表しようかしら。殺人集団だぜ。もう会話もできなくなってるからね。おお、ダークさん、これジュラル星人の中身を見せてくれよ。おお、ジョーちゃんか。昨日のケース開いたぞい。さすがおじいちゃん。
おじいちゃんはないじゃろ。ここではわしは、わしのことを親父さんと言ってるんでしょ。でも親父のね、マイヤの親父は親父だからね。はいはい、親父さん。で、何が入ってたの？え？何も入ってなかったの？妙な形の石像が入っとったが、アルベルトが持ってったぞ。そんな、私が取ってきたのに。何か重要なものだったらしいが、グレイブなら何か聞いてくるじゃろ。グレイブってあのスパゲッティすすってるやつかな。たらい回しにされちゃったな。ってことはダークが多分言いふらしてるんだろうな。おや、マヤちゃんどうした。父さんはどこにいるの。リーダー多分遺跡じゃないかな。ああ、自分たちもやっぱ調査してるんだ。遺跡？なんでも遺跡にあるくぼみにはめる石像が見つかったとか言ってたから。遺跡ね。なんか知ってるって そういうことなんだ。時間が22分か。時間ちょっと余っちゃったかな。海洋観測じゃなくて資料室じゃなくてコンピューター室、あ、レーダー監視室だっけ。いないしね。清流さんいないのか。あれ、この人パルベルトじゃん。これパスガノンだよね。すいません、パスガノンさん、昨日は君を大変な目に遭わせてしまったようだな。多分なんか渡すと、え、マルチエンディングなのかな。好感度だけだといいんですけどね。結構人がいないところは人がいないんですよね。ブリッジにももちろん人がいないと。で、ここで一応ゲームやめられるんだけど、そうですね、時間がちょっと余裕あるんで探索は置いといて、ちょっとね、できる時にやろうと思ってたパズルゲームでもやりましょうか。レベルいくつとかあんのかな。レベル60とか、レベル13ぐらいだろうな、俺はできて。結構スライドパズルとかって昔よくやってて、あ、チャプター、これチャプターなんじゃねえのこれ。ってことはチャプター5ぐらい前しかない可能性がありますよ。でさ、これ時間制限ないからさ、まあ、やりたい放題ではありますよね。ただ俺がやってるだけだから、あんまり、そうだな、時間制限がないからあんまりこう盛り上がりに欠けるかもしんないですね。どうしよっかな。なんかちょっと違うかな。べ、これでいっか。で、なんか青が結構多いから、下から見た方がいいか、そしたら今度。下のなんかヒレみたいな。え、なくね？俺が見落としているのか？一番なんかお尻っぽいところが、ないんだけど。てかこれ左下のさ、曲いいっすね。左下のなんか お手本、お手本がね、なんかよくわかんないんだよな。これ、このイルカの、どうなってんだろうこれ。この正直この パズル自体がね、ちょっと若干見にくくてよくわかんないんだよな。でもこれで良さそうだな。なんとなく雰囲気でやっていくしかねえな。雰囲気でやるゲームではないと思うんですがね。だから、これがこうして、で、これが多分これでいいんじゃねえかな。こういうのもな、効率的にね、できる人っていうのが羨ましい。あー、違うな、これ。このね、このおひれの場所違うな。おひれじゃねえ、背びれ。どうやってこういうの直すんだろう。これ修正のね、こういう時の修正の仕方が分かんねえんだよな。
こうか。こうだな、多分。で、さらに、こう、あれ？こうだよね。で、その時計回りを逆にしたりする小細工をしだすと、わけわかんなくなるんだよな。ゴージャス状態ですら口に言えないっていうね、わけわかんねえだろうってことです。え、ちょっと待って、ごめんね。これもなんか違くねえか、これ。ここ。多分ね、これはこっちだね。もう、しょうがないや。どうしようかな。一回下までずらすか。で、これをこうして、ちょっと違うかな。あ、これでいいか。で、こうして、1マスずつずらしていってあげると、やりやすいのかもしんないな。で、これがこういくと、あ、治った。よかった。で、いや、これ時間制限あったら完全に、詰んでましたよ。あのね、ぶっちゃけね、絵柄が全然わかんない。組み合わせないと、全く、把握できない。ので、なんとなくやっていくしかねえな。これがこう。うん、なるほど。これ違うな。これの左のパーツが、これの中のどれだか全然わかんないんですよね。なんとなくやっていくしかない、雰囲気で。これじゃないか。これはどこ？色的に見てね、ちょっとわかんないのが怖いんだ。でもそろそろちゃんとやらないと、ね、組み合わせがおかしくなるんで。いやー、まずいな。見ても全然わかんねえや、これ。これ、ここでいいのかな？多分ね、これ、ちょうど、上と下がね、逆になっちゃってる、じゃないのかな。だとすると、あ、これ爪の部分で俺どうやってやるんだろう。普通にこう、パズルゲームって喋りながらやるもんじゃないですね。こうだね。あ、で、右下ないや、これ。右下が欠けてるんですね。だから分かんなかったんだ。ぶっちゃけ俺右下より左下をなくしてほしかったな。となると、これが、ここに来るわけだから、いや、これ見にくい、くっそ見にくいんだよな。ん？違うか？なんか違うな。あ、これがこうか。いやー、怪しい。とりあえず、これを、これってどれ？適当にずらして、もうダメなんだよ、あれちゃん。適当にずらすじゃダメなんだよ。もう適当ずらしだと怒られるから、ゲーム側から。なんとなくでもちょっと完成させてください。これがここだから、わからん。昔ね、スーパーファミコンで、クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶエンジっていうゲームがあったんですけど、そこでね、高難易度時間制限付き、こういうスライドパズルを、組長先生がね、問題で出して、時間内に終わらないとゲームオーバーっていう、鬼畜の所業芸があって、俺結構好きでね、やってたんですけど、これね、パズルが悪いよ。言い訳を許される、一つ許されるなら、パズルが悪いよ。視認性が悪すぎる問題。
よしできた。 You can see extra bonus in menu。 なんかな、いやほんと適当にガチャガチャやってたらできただけで、なんかこ今これ完成してもえみたいな感じなんですよね自分で。何分 ?31 分、やりすぎくん。じゃあエクストラボーナス見せてもらっていいっすか。ムービーっすか。ああ、へそ。あ、これもね言い忘れたんだけど、これ絶対あれでしょう、こうプレイヤー、何この光は、プレイヤーがまあ男性でも女性でもいいんですけど、なんか性癖の開拓ですよね。へそだけ空いてる水着っておかしくないですか。だって何これ、紋章。どうやらムービーは飛ばせるんで、不用意にあのスタートボタンを押すと大変なことになりますね。ああ、キングフィールドですね。はい、ありがとうございます。次回以降またね、あのなんか時間余裕あったら、まあ、パズル2345やっていければなと思います。俺か、結局俺カットしたのかな最後。黙っちゃったけど。